ワイクスー。いやーすごい。BGM かぶり。マイク入ってませんでした。あ、これ大丈夫ですね。まあもう最初はもう調整してるんですいません。デゲ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 。よーし、いいんじゃないですか。じゃあ始めましょう。こんばんは、モッサンとジャネ。本日もよろしくお願いします。たくま城ドラキュラ。違うな。ドラキュラ2。呪いの封印でしたっけ。ドラキュラ2、呪いの封印ですね。はい、やっていきましょう。キャストルバニア2、シモンズクエスト。スチーム、ディスクシステムですね。はい。前回は最初からやっていって、1個目のダンジョンっていうか、まあ、なんていうの、マンションっていうのですか。まあ、クリアして、2個目のマンションはまだどこにあるかわからない状態です。で、最初の街を西に来たところで、の街に来ている状態ですね。船を乗って先に行ったところですね。で、今回はさらにそこから西に行って、サダムの森ってところに行く感じですね。まあ、また探索になると思いますけど、よろしくお願いします。あと、この壁紙はなんか設定で、変えれましたね。壁紙に関してはここで設定で変えられるんで、まあ自由に一応変えたりしてできる感じですね。では行きましょう。あと盾を持って、最初のマンションで盾を取った感じです。シモンが盾を持ってるっていう、なかなか斬新ですよね。こっち行き止まりかな。行き止まりだ。操作を思い出しながら、B がジャンプ。B が。OK。うん、うん。これ、あれ、今はなんか2000円、3000円ぐらいするのかな。なんですけど、まあ、セールでやったときは確か1000円。来てたような気がするんですよね。めちゃくちゃ安かったんで、まあ買ったっていう感じですね。もともと悪魔城シリーズは買ってやりたかったんですけど、一作品一作品がめちゃくちゃ高いんで、いやーこれいい機会だなと思います。ういうい、会話終わってる状態なんで、もういきなり進行からいけそうっす。やってみて。XY が攻撃した。いやー、もう微妙に違えんだよな、ワンと。攻撃した。うぅ。そっか、縦で跳ね返せるんで、この辺はうまく取ってみて。やべ、ちょっといきなり食らいすぎてんな、ちょっと待って、回復しましょう。ダメだ。いや、もう、操作を、間違った時点でアウト。いやー、まあまあ、ゆっくり聞かせてください。すいません。いやー、でも、どんどん敵の難易度も強くなってくると思うんですよね、もう。誰だと思うんですよ。今、ボスが出てないんで、まあ、どっかで出るのか、ちょっとその辺気になるところですよね。まあなんかドラキュラのなんか、なんだろう、V かなんか破壊してる段階なんですかね。最初なんか肋骨っていう流れになってる。肋骨じゃないかもしれないですけど。まあ、Google 翻訳って。ああ、ちょっといろいろ準備しないとダメですね。準備しないとダメ、準備しないとダメ。まず Google 翻訳。Google 翻訳は常備しときます。で、この後、あとメモしてみたと思います。
なんでメモ帳も用意とかね。あー夜になっちゃった。いやー鬱陶しい。いやー本当ね、短いっすよね、時間が。なんちゅう短そうだよ。怖いね、こっちこれ行くか。下が見えねえの、怖いっす。あーやべ、やべ、はまった。いや、今のはやられた。くそ。ちなみに経験値は22か。まあ、22だったら死んでもいいか。結局経験値が溜まってない状態で進行したいですね。金ががっつりあるんだ、あれ。ここはゲームをなったら諦める。いや、きっついこいつらがめちゃくちゃ強くなってんじゃん。いや、スライムが強いとか意味わかんねえよ。いやー、スライムが暴れまくってんな。あれちょっと待って。ああ、盾消えたかと思った。びっくりした。いやー、きついっすね、これ。いや、ゲームは確保で進行しましょう。ゲームはなってんじゃねえか。こっから始まりますよね、多分ね。そうっすか。いやー、亀じゃない、ハートがゼロになっちゃった。いやー、しかもいきなり二つに分かれてます。まっすぐ行くか、今回は。戦いたくね。戦いたくね。こう。いや、しんどい、スライム。いや、こう、朝推奨っすね。難易度高すぎ。あ、着いちゃったわ。着いたわ。待ち着きましたね。下も行ってないんで、ちょっと朝待ちましょうか。はいはいはい。待ちがマジでめんどくさいっすね。さあ、情報収集しないと先に進めねえからな。ノーヒントでやってますね。よし。じゃあ、情報収集に入りましょう。ああ、いちいち翻訳してくんで。大変ですけど。いやいや、挟まんじゃねえよ、おっさん。おっさん。believe in, magic and,魔法を信じれば救われる。役に立つ情報なんかよくわかんないですけど。おお、落とし穴、なんだこれ。あ、下行けるんだ。びっくりしたいや、このケースは初めてですね。別の塔と繋がってんのかな。いや、ダンジョンとかだったら無理ですね。体力回復したい。あ、おっさんがいる。おっさん。
いやー来たー、来たよ200。いやー来たねー。ちょっと待って、200今ねえよ、さっき死んだから。モーニングモーニングスター、モーニングスター明けの、バイワンモーニングスター買わねえか。いやーモーニングスター売ってるってことね、よかったですね。モーニングスター、200、これ新しい武器ですね。武器なんで、これは必須欲しいですね。仲間見ましょう。よいしょ。サンライト、前の方、サダム。サダムの、サダム？サダムか。レフト、フォー、ジャム。ワステル、ワステラン。ジャム紅葉、接してスタダム、左折してジャム紅葉、あれですね、ハイドと何しましたっけ。あ、サダムの森へってなってるから、まあ、サダムの森あったんですけど、はい。でんでん、でんでん、でんでん、でんでん。ドーントメイク。Don't make mistake. 私を滞在させないでください。I'll die. 死に、私は死にます。いや、意味がわかんない。言ってる意味がわかんない。吸血鬼に噛まれたってことですかね、これ。ドラキュラに噛まれたってこと。あ、なんかいるね。ちなみに今金は34です。Don't look 見ないでください。Into the death star. Or you will die. ゲームなんです。姿勢を覗かないと死んでしまいます。いや、これはちょっとよくわかんないですね。そこはさっきのか。もうさ、話してないですね。take my, duster, please.私の娘を連れて行ってください。なんだ、連れて行ってくださいってなんだ。どっかにいるのか。
英語の勉強の時間。今日も英語の勉強。今日も勉強の英語の勉強の時間。これはちょっと決まりにしておきましょう。まあ、一体英語の勉強しないといけない。ドゥ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 。ああ、じいさんの娘を探すか。姿勢のどうたるって言ってたような娘なのかもしれないですけど、フラグ立ててから行く流れなのか、別のとこにいるかっていうどっちかですか。When I was, you are age. 私があなたの年齢の時、women love で愛した女性は私を愛していました。自慢かよ。まさかの自慢かよ。私があなたの、年齢の時、私を愛していました。自慢かよ。そうですか。へえ。お前が愛したじゃん。女性が愛したって。big up the、big up the、false、grave、grave in、ケメスト、ケメテリー。キャメ、ケメテリー。おわ、ダイヤモンド。墓地の4番目の墓を掘ってダイヤモンドを入手。あー、こういうのがあんのか。墓地の、4番目の墓を掘って、ダイヤモンドを入手します。なんか墓の下りはどっかの町でも話してたような気がするんだけど。カミラ墓地。いや、違うな。いや、気のせいか。気のせいです。A man, living, a man living in darkness, can, give your whip power.暗闇に生きる男はあなたの無知の力を与えることができます。何を言ってんだ？パワーアップしてくれる？今、金くれるやつ、あれっすかね？ 200 のやつっすかね？あなたの無知の力を。ドゥ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 。さっきのやつ。これ全部かな？いやー、結局娘は連れてってくださいよ。下にいるやっぱあれなんですか？姿勢がどうだっけ？いや、同じこと言ってんの。違うわ。よくわかんない。まあいいや。じゃあ、さらに先進むか。いや、さっきのとこ下行きたいですね。下行くか。先に。そうですね。順番に行きたいですね。
いや、やっぱ昼間、あ、ちょっと待って。アレックさんって教会なかったってこと？うわぁ、教会ねえじゃん、ここ。いや、ちょっと待って。いや、まさかの教会なしかよ、ここも。いや、ほんと、時々あるんだよな、こういうわけわかんねえところが。ここで200ためのめちゃくちゃ大変じゃねえけど。いや、見逃してるだけかもしんないんだけど、高くけど。いや、夜になっちゃうな、こんなことやってる。まさか、いやー、ないっすよね。いや、ないわ、教会が。うわー、夜になっちゃったよ。ふざけんなよ。いやー、地獄っすね、ここ。ドゥドゥー。ドゥ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 。いやー、ないっすね。こんなもんね。うわー、ねえよ。地獄っすね。まあいいや、もう死に覚悟で行きましょうか、今回も。しょうがないっすね。いや、うじゃねえよ。いやー、きついなー。危ねえ。危ねえ。いや、もうしょうがないですね。あ。いや、ピンクはやっぱ事前にやっといた方がいいですね。とりあえず、買うものがあるときは事前にやっといた方がいいかもしれない。まで、アクション RPG の印刷が必要。ふぅ、ふぅ。ルンルンルン。ルン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 。あれ？なんかスープと落ちてる。落とし穴があるってこと？ああ、落とし穴がある。なるほど。書いても落ちそうですけど。いけた。やべべべ、危ねべ。いや、これ戻ってこれねえけど、大丈夫ですかね。これ、どっち行ったの？いや、上。上。4番目の墓を掘ってダイヤモンドを、4番目の墓がどこに行かせてるのかわかんない。いや、上な。強すぎるわ。止まってないと盾は発動しない。いやー、きついっすね、これ。これ、リンクの冒険と同じタイプっすね。これめちゃくちゃ強い、スライムが。しかも、2発じゃねえのかよ、っていうぐらい、ダメでした。ねえ、8発とか無理だよ。無理ゲーすぎだろ、8発は。いやー、これ、撃ってなるって。8発は。いやー、地獄だわ。強すぎ。いやー、もうスライムがバカだよ、強さ。変速動きがね、きついんですよ、変速動きが。もういけねえじゃねえけど、まさかの。いや、まさかの道がなかったわ。ジャンプ力が上がるアイテムみたいなのを取る感じなんですかね。4番目の墓を調べるのよくわかってんだよね。もう適当に叩いてればなんか反応するのかもしれない。で昼までもプレイじゃねえか。火とか押してたら反応しねえぞ。マジで4番目なんかがわかんねえ。くそ。いや、強すぎる敵が。だから ここは来るべきじゃない方かもしれないですね。なんか敵が4発になってるんで。上の敵は2発でしたもんね。
順番が多分間違ってんだ。いやー、もうここも調べたいんだって。うん、ないっす。何を持ってないって判断するべきか分かんない。いや、すげえ。スライムおかしい強さ。いやー、この潜りどうすりゃいいんだ。下通るしかないですね。ジャンプ力が足んないんで。いや、もうこう行かざるを得ないですね。いやー、こんなの、やっぱ来るべきとこじゃねえんだわ。なんてか足んねえとか、右へ過ぎだろ。てんねん、てんねんてんねんてん。待って、もう階段で攻撃できねえのか。いや、できるよ。見せてたもん。いやー、マジうぜ。よし。すぐ倒せるとかすぐ倒せますね。じゃあこのまま西に行きましょう。よくわかんなかったんで、情報が。ダンジョンのある場所をちょっと、とりあえず探したいですよね。マンション、どこにあんねん、マンション。で、ちなみに石は、ここっすね。どこに行くか。ジャム荒野。ジャム荒野。石って。おっと、ここに4発だ。いや、行っていいのか謎ですね、ここ。いや、にゃ。あー、やっぱこの時点、やっぱ武器更新しろってことなんでしょうね。だから武器を更新する場所ちょっと考えた方が良さそうですね。ラインがきついなぁ。ここは敵弱いかな。やっべぇ。やっべぇっすね。4発だったってことは8発ですもんね。だから夜はおとなしく街で禁殺しろ。ちょっと待って。いや、これきつくねえか。何ここ。できるかどうか確認しましょう。いけるな。ギリジャンだ。ギリジャン。ギリジャン。いや、こんなとこきつい。いやー、なんもなかった。いやー、マジか。何ここ。やっぱジャンプのやつをどうにか締めていけねえのか。よくいなんか。イベントあんのかもしれないですね。街をちょっと探索してみましょうか、今。まさかの行き止まりなんですけど。意味わかんねえ。赤いクリスタルを使う場所を探すしかねえのかな。この状態もしかしたら、あれかな、東に戻るのかもしれないですね。赤いクリスタル取った状態。行けなかったのか、水があったとこぐらいしか思いつかねえんだよ、今。武器は欲しいな。武器欲しいけど、ここだと回復できないんで、前の街から、こっちに流れてくるっていうルートの方がいい。
こ入れねえって言うと、やっぱり入れねえと思うんですけど。でも、用具に関して。無理だと思いますけど、どう考えても。いや、ないっすよね。ここなんもねえんだよ。全然金足んねえっす。いやー、200貯めましょうか。200貯めましょう。最低武器はやっぱ欲しいっすね。武器を取った状態で、次のとこ行きたいっすね。じゃあ前の町に戻りましょう。反対で出るとかじゃないです。問題はこっち行けるかなんですね。何機いるかっていうのを確認できればいいんですよ。ないんですよ。だったっけ今。それで一気も死ねない状態っていうのを想定したことが怖い。金がなくなってるんで、ゲームオーバーになってると思うんだよ。いやー、抜けれるかな。いやー、減っちゃあぶね。そうだ、急に飛んでした。いやー、これ大丈夫かな、いけっかな、これ。そうなるよね。いやー、そうなるよね。よし。オッケー、やっぱ昼ならなんとかなるわ。オッケー。よかったー。ちなみに今、金は92。右と左、どっちがやりやすいかなっていうところ。レゴラの崖に、頭をぶつけて穴を開けます。もしかしたらこれをやんないといけないのかもしれないですね。頭をぶつける。よくわかんないですけど、頭をぶつける。開けの可能性ありますもんね、さっきの壁みたいな。よく調べればよかったのかな。あとどっか、真夜中の川岸で会いましょう。これがあったわ。忘れてました。これあったわ。で、左の方は川がなかったですよ。だから、右でいいのかな。考えるからここでやってたんですよ。ここでずーっとやってたんですよ。エンドで脱皮する。川岸ってここじゃないんだよ。湖あったかいな、こっち。やったー、もう、取る。取ってからなってよ、せめて。あ、取れるんだ。あ、取ったら絶対当たんないよ。
たまんねえ。たまんねえよ。じゃあこっち行ってみようか。街の川かもしんないけどね。食らうしかねえじゃん。何ここ、いやーもう切るしかねえよこんなとこ。いやーこれ絶対死ぬパターンじゃんここ。いやいや戻れねえよこんな。ひでえ。いやー余計なことやっちゃいましたね。もうあそこで金策してればよかったんだよな。いやー、死んじゃった。あー、よかった。2期いたわ。よかった。いや、とりあえず助かりました。マジ。いやー、あの、ヒョウみたいなの強いっすね。あれ、倒せねえな。倒せないっすね。地獄だな。地獄だな。切るしかねえの。耐えろ耐えろ。オッケー、耐えた。ヒヤヒヤヒヤ。200になってね、あと4ですね、あと4。貯めちゃいましょうか。あ、溜まったわ。溜まりました。OK、じゃあこれで、教会で回復して、武器を買いに行きましょう。武器は隣の町で。モーニングスター。ひで、オッケー。ああ、いやーもうスライムが邪魔しに来るからさ。いやースライムマジ鬱陶しい。いやー最強なんじゃねえのスライム。い
やべえ、死ねねえの、死ねねえのにふざけんなよ。今はなぜか一発の。オッケー、着いた。よかった。危ねえ。どこでしたっけ？こっちっすよね、多分。いやー、ここじゃねえ。あー、夜になっちゃったー。最悪だー。最悪。いや、朝待ちでございます。敵がいなそうなこの辺で待機するっていうのもありですけどね。ここで放置してたら朝になりますから。まあ、いっか、戦うか。暇だから。システムマジいらないっすね。多分ね、これ T は13日経ったってこと。が多分後々影響してくるんだと思う。まあ無理だ。初見プレイなんで完全に無理なんで。でしますけど、とりあえず。多分2周目やるとしたら、あれですね、住民の会話とかは多分ほとんどスキップして、アイテムの回収だけしていけばいいと思うんで。まあ、比較的進行しやすくなると。キャの場所を探しとかねとか、あれどこだったっけ。やべえ、完全に思い出せないですね。ここはあれじいさんいたとこ、一番上かな。場所わかんなくなっちゃってんの。いや、もう何もなかったっけ。おぉ、レベル上がった。イエーイ。いや、レベル上がるのは想定してなかった。オッケー。ありがたい。これはありがたいっす。3。じゃ、レベル3ですね。使わないですけど。ちゃんとクイックセーブ使うのやっぱあれ？ゲームを始めるときだけっす。パスワードを。入れるのがダメ。これは活用させてもらいますね。パスワードリセットがあるとすると、ちょっとあれですね、その辺は意識しないとダメかもしれないです。いやー、ちょっとわかんなくなっちゃったんで、片っ端からちょっと入ってみましょうか。通ってるやついたんだ。あった、これだ。いや、あったよ。壊せるんだ。いや、これしかもさらに先なんもねえと言って。何ここ。いや、じいさんいたよ。これはわかんねえわ。
ゃバイサム、マイランドか。あ、ちょっと買いましょう、じゃあ。ちょっと待って、買います、買います。これ何でしょうね。バイス、いやー、これじゃあ今までのとこもちゃんと調べた方が良かったんか。ラウレウス。私の栄冠をいくつ買ってもらえますか。わかんねえけど、なんかちょっと待って、栄冠、私の栄冠、50で、壁を、生成で壊した。じゃあこのシリーズはちょっとちょこちょこチェックしていかないとまずそうっすね。今金が206だから大丈夫。さあ、これはどこで使うかちょっと謎ですけど、ね、2ってなったね。なんだ2って。いやー、回数決まってんだ。これは何回か買うことになるかもしれないです。でもセットはできないですもんね。セットはできないんで、自動的に使う感じなんですかね。わかんないです。でぐでぐ。あんま行きたくないね。でも片っ端から話してみる。なんか星のドーナツ。基本はないと思うんですね。なるとしたらやっぱあれか、誰も住んでないと思うんですね。いや、だから今までもこの辺ちゃんとチェックしないとダメっぽいな。これがあるってことか。いやー、やはりここでいいのか。そうっすね、ここですね、もういいんですか。娘はどうだったって言ったら、この上のあれってことでしたね。これだ、これだ、モーニングスター。オッケー、モーニングスター。イエス。モーニングスターになったね。また一回セーブしちゃおうか。よし。いや、楽しい。アイテムが取れると楽しい。あの、なんか下のやつは何に使うかわかんないけど、とりあえず。じゃあどうしますか。ここなくなっちゃったな。いやー、さっきのアイテムを使う場所が出てくるんだと思うんですけどね。あ、に使い方もわかんねえんだよ。いやー、来たね。もう、いやー、来たね、来たね。いやー、これですよ。やっぱこの無知ですよね。今っていう。一番最弱の武器でしたもんな。いやー、こっちはねえと思うんだよな。あー、でも一応壁のとこは調べてみましょうか。泥水で調べてみましょう。オッケーオッケー、強くなってる。強くなってる。オッケーオッケー。これでなんといけそうっすね、こう。近いですからね。ギンジャンがあるのか。ギリジャン。ギリジャンがきつい。ギリジャン。ギリジャン。もういいですね。死んでも全然怖くないですね、今の。いやー、これじゃねえのか。壁に頭をぶつけるがやっぱわかんないっすね。頭ってなんだよっていう。
装備してないと、近い人に道が現れないのかもしれないですよ。ギリじゃん、ギリじゃん。いやー、絶対なんかあると思うんですけどね。マジでわかんないっすね。別のアイテムが必要なのかな。頭をぶつける。あの、夜も怖くないですね。前の町の人がいないところとかも片っ端から調べてる感じで、ちょっととりあえずやってみましょうか。確かにね、なんかを壊すっていうくだりはどっかにあった気がするんだけど、どこだったっけなぁ。魔法の薬、悪の壁を、破壊します。悪の壁よくわかんないですけど。普通の壁ですけど。あ、ね、ま、同じハマり方。あー、欲しい。欲しい。うん。ははは、ちっちゃい。もう死ぬから。わあ、落ちた。最悪だ。落としはなんのかよ。いやー、そこジャンプしてましたもんね。いや。どうせ帰りを食らうんだ。うい。うい。うい。ああ、そこか。3番目だ。3番目。ない壁がマジで僕で。あれしちゃって、ああ、これそういって盾にならねえのか。なるほどね。と思ったら、やっぱあれっすね、赤い、あれに切り替えたもん、ここ。いやー、ダメじゃねえけど。じゃあ戻りまーす。やっぱここジャンプ問題ゾーンとしないとダメ。やべ、死ぬ。やべやべ、死ぬ。あう。しょうがない。
よし。じゃあ、空き家を探しましょう。どこだろうな。じゃあ、空き家以外も片っ端から調べていく。ありました。やっぱほぼほぼあるんですね、こういうところに。来た、来たね、あった、新商品来ましたね、新商品。でもこれ一緒だな、前持ってたやつですね。持ってるわ。いや、もう持ってる、持ってる。ちょっと待って。いや、あるっちゅうね。あー、これシリーズしか売ってねえのかな、もしかして、ここに関しては。状態して行ける場所を探すしかねえ今のところ。手がないんで。食らえない。せっかく来たんで教会寄っていきたいですね。空き家だけですけどね、基本的には。懐かしい。いやいや、買わない買わない。ポーリーを、さすがにねえな。敵が弱いんで、その辺は助かります。いやー、この辺もリーチが長くなった。めちゃくちゃ楽になった。全然夜も怖くねえ。問題街の中入れないんで、朝にしなきゃいけない。あー、それか、あれかな。川辺、もしかしたらここの一番奥のところかもしれない。あそこ真夜中に。
から行っても一緒なんで。敵がいるんで、すげえ。入れん、きついな。おお、いいね。こいつも一発で倒せるようになってる。いや、これはでかいっすね。いや、しょうがないっすね。もう朝また来るか。全く夜が怖くなる。なあ、もう、ここ、やりづれ、ここ。うい。ディ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 。クリスタルに入りました。この下行けないんだ。もうこっちゃったんだけどな。夜行かないといけないんで、急ぎで行きましょうか。だったっけな、下だったっけな、ちょっと忘れちゃいましたね。どっちかで。いや、待ちについちゃった。いや、一旦2発なんだ。場所によってやっぱ敵の強さが変動してます。もしかして行ってないのかな。いや、そんなして。あ、これ行けねえじゃん。あ、ここまでしか行けねえんだ。なるほどね。だからか。あ、無理だわ、これ。ちくしょう。いやー、で、結局、そっか。下を見に。いやー、これじゃもう、あれか、夜じゃねえとわかんないっすね、この辺も。ここが正解なのか、あっちが正解なのか。あら、ここはないんだ。ないとこがあるの。向こう側だけだった。向こう側専用で使うアイテム。クリスタル 4U。 もう交換したよって。あれ？あれかな？青のクリスタルに交換してくれるとこっすね。いや、多いですね。あ、ここないんだ。でんでんでん。でででで。いや、フォローは気がする。スタ満点ですけどね。まさかなんもねえのかよ。あ、やべ、ちった。いやー、やっちった。今のはやらかしい。お金が欲しい場面だ。あの50のやつを何個まで買えるかちょっとチェックしたいですけど。
金がいっぱいあって使い道がないときにあれを買うってのがいい。いやーでもこれ最後です。あれ？この奥は？この奥なんだ。地味に遠いっすね。この奥からあります。はい、来た。はい、行き止まり。いやー、ちょっと夜来てみるか、ここ。夜にならねえかな。いや、夜待ちだるいっすね。ちょっとだるい。ふい。ふい。ふい。What a horrible night to have a curse! さあ、M1 買ってくれ。買ってくれ。うーん。ああ。残念。いやー、やっぱじゃあ赤い玉はやっぱ西ルートか。西ルートしかねえんだ。そうですか。やっぱどっかでジャンプを手に入れて、左ルートも右ルートも行けるようになるっぽい。おそらくあるとしたらやっぱマンションですよね。マンションを探さないといけない。いやーめんどくせえな、戻んの。戻んのがめんどくせえ。あと、下の町のところの、空き家を調べる。いなかったらないと思う。試したい。水水でどこ壊れねえか調べよう。めちゃくちゃ怪しいっすね。あった。あ、ありました。いや、これは気づかねえわ。問題はここに入れるかどうかって。敵多すぎ。きつい。はい、入れねえっす。あっと、何ここ来た。来た、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 来た。来たよ、なんかあったよ。ちょっと待って、翻訳します。you know. you know,欲しいんです。サクレットフレイム。起きたね。炎を持っています。あなたはって言ってるんですか。軽な炎を持っている。ああ、来た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 、これだ。いやー、追加されましたね。
それをどっかで使うのか。わあ。いやー、これどこで使うんでしょう。うわ、強そうっけど。登れないでっかいエリシエンか。ヒント見ましょうか。ヒントっていうか、町の情報を見て、炎ってね、デイズの森の6番目の木の上に炎がある。やっぱまた別ですね。これは別だなぁ。6番目の木の上ってのは調べないといけないんですかね。デニスの森ってのは行ってねえのか、まだ。何なんだ、デニスの森って。まだ行けてないですね。じゃあ気にしなくていい。ちょっと待って、これよ。僕のあの、インスミントを一回使ってみましょう、ここ。使い道がとりあえずわかんない。いや、いいっすね。この、一個ずつ謎を解いてる感じが。あれですね。コナミのやっぱ、グーニーズ2あたりに似てますよね。この辺がやっぱ、どっかがベースになってるんですよね。面白いんですよね、コナミ。よいしょ。あっても落ちるだけだと思ったけどな。これで炎を燃やすっていう流れになるのか、火とかを燃やすっていう流れになるのかもしれない。いや、なんか遠いっすね、よく考えても。一個めんどくせえよ。なんかめんどくさくなってる。まあいいや、とりあえずこうでも。まあ、そりゃそうなるよ。いやー、使い道がよくわかんねえな、この炎は。確実に敵、あれか、敵用には使えるんで。いや、もうこっちの方は調べなくていいっすね。西の方戻りましょうか。とりあえず。いや、本当に進展してほしいですね。今日アイテムしか買ってねえもんな。もう街一個行きましたね。やべえ、夜になっちゃうな。急がねえと夜になっちゃう。上もちょっと見たいんですけど、いや、ちょっと一回待ち行きましょう。一回待ち行きましょう。湧き上がってる確認できる。なんか清水じゃないな。なければいいっすね。もう一個家あったよ。あったー。
で、これはさっきの、ラン。いう場合は、ダッグ、あ、違うの来た！ダッグが来ましたね。来た来た、新しいの来た。ギルギュー、バイ、ダッグが、探検を買いますか？はい。来たね、探検。いやー、もう使うわ、普通に武器だと思うんですけど、単純な。これが、で、ここは、ここは、探検か、探検。二番目の感じです。うん、来た。探検。いや、いいっすね。いや、もう、悪魔城ドラキュラなので。どっかリフトシステムもコナミのやつもやると思うんで、その辺も興味があることは楽しんでいただける。めちゃくちゃ好きなゲームだ。難しいですけど、クリアできるかどうかはわかんないです。僕はクリアしたことがないんで。配信でやるかもしれないですね。絶対難しいですからね。最初の1回だけ生配信でやるかもしれない。この部屋もお見逃しなくですね。この横はもうマンションでしたっけ？マンションだったらもう、違うもんな。使い道ないと思って。ダンジョン。ダンジョンとかまあ、強い敵がいるときに探検、打ち逃してもいいですね。打ちっぱなし。もしかしたら、ああいうとこに隠れてんのかもしれないですね。さっきみたいに。ちょっとわかんないっすよね。常に上を連打してないと、ダメ。欲しいとこあったら常に連打。ウバーメガキあるわけない。絶対分かりやすいとこだと思うんだけど、ウバーメガキ。ないけど、武器とかそういうのが今回は取れましたってことで、まあ、ありっちゃありです。いや、次回はダンジョン探したいですね。見当つかないんですよね。常にこれを装備してる状態でいろいろ探索するしかね。次回は最悪ヒントを見るかもしれない。こんだけハマってるんで。
何役でしたっけ。あ、こうぼったくりんとこか。あ、やうー、やっちまったいやー、今のラスト1機やったんか。まあいいや。あと50のあれ、個数持てるやつしか、目星のないぞ。あ、ここは謎。赤いクリスタルなって通れるんじゃねえのかよっていう謎って。何減るの？I'll take you a good place! いいとこへ連れてってやるよ。戻り、勝手に戻りやがるからね。ジャンプして。アイテムいっぱい取ったんで、いろいろチャレンジしてみるか。とりあえず。これぐらいしかない。邪魔くてえな。いや、近くから動かねえんだよ、このタイプ。怪しいんですか？例の森かもしんねえ。上を調べればよくわかんないですね。いや、夜になると調べる気をなくしますね。いや、でもこれなんとか荒野ですよね。なんとか荒野。どこや、こっちか。いやー、タイミング絶妙だよ、この野郎。いや、すげえな、こいつ。2発じゃねえじゃねえか。ですかね、赤いクリスタルでやってみる。ちょっと意味ないですよ、本当に記念で。いや、この辺なんか調べろってことだと思う。あれですね、これとかね。これだと思ったんですけど。
いや、違うか。あ、違う、これ無限に使えるっぽい。使いたい方で。いやー、これ、これなんか安いと思ってたんですけどね。いやー、ヒント見ますか。わかんねえよ。わかんねえ。マジでわかんねえ。ででででんでんでん。これっすね、ちょっと。あ、あった、こうだ。なるほど。多分これを使ってる感じなのかな。いやー、普通に選べましたね。使用回数決まってるんで、普通買っときたいとこではあります。ジャンプ力足りねえ。なんでジャンプ力足んねえんだよ、ここ。いやー、しょうもねえ、ここ。これ何？無敵ですかね、これ。もしかして。うわ、無敵だな、これ。パッと見。いや、っぽいっすね。必要なのこれじゃねえんだ。最初の館、バークレーの館っていうのがあって、で、そこはクリアしたんで、っていうのがあるっぽかったっぽいっすね。片っちか調べないとダメだったな。わかんない。
かんねえよ。いや、これはこれはわかんねえな、ちょっと待って。ああ、だから文献が大事になってくるのか。なるほどね。いや、これはわかんねえわ。いや、ちょっと次回にしますか。ちょっと、東ルートに戻んないといけないんで、戻っときますね。戻っといて次回そこから始めましょうか。うん。終わっちゃった。ああ。というわけで、今回はここで終わりたいと思います。次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。